今の俺ならザーボンなど敵じゃない。この調子でフリーザの腰巾着どもを片付ければドラゴンボールを奪うチャンスは来る。スカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだなザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺が。何？当然の命さえ俺のものになれば、フリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚か、永遠の命だけがフリーザ様に勝てると思うか。覚悟しやがれ。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっている。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。このガリッコ砲、覚悟しやがれ。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだが、そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。燃え上がって。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。
ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。あれです、あの家に。あれか。ネイルさん、無事だったんですね。よく来たな、デンデ。最長老様は、お二人とも中へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず、我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで、もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか？あいつらには絶対に渡しません。約束。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる？いや、はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に乗る。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。しかしあの天才が死んだとは。寿命か？殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただける？なんと、過去に悪が入り込んで体が負担。愚かな。せっかくの生まれ持った天才。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋。このドラゴンボールは。ですが。どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たない。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか？おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえば。いいです。とりあえず俺は。お願いし。ところで、しかもその眠っている。まさか今でさえ。力が吹き出してきた。あのもう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつきっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい。お気をつけて。
ずっとあっちにあるドラゴンボール、こっちにまっすぐ向かって。きっとそうですよ。じゃあこっちの午後がフリーズ。でもベジータはそこにはいませんよ。わかった、あいつ。そのレーダー貸してください。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。よし行くね。あのさ、ありがとうございます。いいぞ、今のうちだ。近くの恐ろしい奴の気は全然感じない。ごはんくん、よろしく頼むわね。なんだと？やらせないぞ。Ha!
あれ？え？Yeah.
そうね。ありがとうございます。全滅している。ドラゴンボールを探さなきゃ。ところにあったのかな。村の なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシーンにはいないだと。おのれ、どこに逃げよった、ベジータ。早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個全てを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。ドラゴンボールが。あの野郎。なんたる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。
サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あったあったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザメ、ついにやつのドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺。くっそ、このままでは。あれは、ん、でかい戦闘力ザーボンに見つかったらしい。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる。この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけて油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。ここでザーボンのやつを仕留めてやる。クリリン君、隠れてないと危ないじゃないですか。ブルマさん、それもしかしてドラゴンボール？なかなか話のわかる最長老さんでした。そうだ、ブルマさん。ご飯、あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりで。え、本当ですか？何？ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった。強くなったのに浮かれてあいつの気に。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。その大事そうに持っているドラゴンボールを見ると、どうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めた真似をしてくれ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールの在りかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。やはり油断してやがる。私から逃げられると思うな。やりっこ砲。覚悟しやがれ。ずいぶんと体力が落ちてるんじゃないか。
ザーボンさんよ、あんたの死はもう近いよ。死の近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。覚悟しやがれ。あやつ様が私に勝てるわけがない。サイヤ人は戦闘種族だ。耐えるなよ。ここだ。死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか、そういえば。さてと、おとなしくそのボールをよこす気はないのか。こいつを渡せば、おとなしくここから消えてくれるか。まあいいドラゴンボールさえ手に入れば、雑魚などと遊んでいて、これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。7個全部揃うもんか。頼むぞベジータに見つかる。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろ。敵に見つからないように気をつけなきゃ。もっと急いだ方がいいかな。何かこれ。ベジータ急いで隠れなきゃ。ん？前方に強い戦闘力が突然、いや、気配が消えた。何者だ！さっさと姿を見せんと。待って、僕だ。ほう、カカロ。ドラゴンボール。まさかそいつは。プレゼントされたんだ、貴様の仲間のツルツル頭。お前、クリリさんを殺したな。そうしてほしいんなら、今から引き返して殺してやってもいいぞ。え？感謝しろ、すべてのド。すべての？あ、その手に持っているのは、なんだ？え？そころで、カカロ。そうか、地球に戻ったら、カカロットのやつ、今度こそ必ず、貴様。クリリンさん。
さん、やったぜ。ゴーハン君へ。実はさっき大帝王、このボールは お前とにかく急ぎ。ない、バカな。あのガキに、あのガキが持っていた機械、 あれは時計じゃないな。あのガキどもやめやがって。くそ、地球人やつらもこっち。そのと、最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリリンたち。しかしご飯の起点によりベジータが7個全てを揃えることは食い止めた。ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ、フリーザの切り札、ギニュー特戦隊参上。ちくしょう。はあ、ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はい、